高木場氏は、福岡県の大型市出身で高砂部屋所属の元、大相撲力士、本名は森康氏。大相撲時代は、身長180センチメートル、体重123キログラム。特異種は、右四つ、食い下があり。趣味は、映画鑑賞。最高位は東重量6枚目。血液型 B 型、星座は、天秤座。高木場という仕込は、 同じ能型私立能型第二中学校出身の海王と長年付き人を務めていた陶器の両席取りから一時ずつ取って陶器が名付けた。朝昇龍の横綱昇進後、2004年1月場所から2007年3月場所まで弓取式を務めていた。2006年3月場所では自己最高位となった東幕下4枚前で5勝2敗という成績を挙げ、 同年3月29日の番付編成会議において、翌場所の重量昇進が決定した。5勝目を挙げた際に、重量に上がっても弓取りをしたい、とのコメントを残した。弓取りを行う力士は出世しないとの言い伝えもあったが、本人は目の前で結びの一番を見られることはこの上ない勉強になると意に介していなかった。また、初土俵から所要十九場所での、 新十両は当時史上級遺体のスロー出世である。2006年5月場所において希望は実現し、1975年3月場所の板倉以来日に31年ぶりとなる本場所の弓取式を務める関取となった。化粧回しは漫画家の役光のデザインによる自身の弓取りの姿を描いたものが贈られた。取弓取りの初日となった5月場所初日には、 弓取りの控え席に座布団が置いてあったことに驚いたというコメントを残している。その後白星を重ねて10勝5敗と2桁勝利、豊桜、宝地山と優勝決定とも衛戦を行った。優勝はならなかったが、しぶとい相撲で館内を沸かせた。7月場所は自己最高位の重量7枚目まで番付を上げ、初日から6連勝したもののその後まさかの9連敗をしてしまい、 6勝9敗と負け越した。西十両14枚目で迎えた2007年、3月場所は11日目で負け越し、幕下陥楽が決定した時点で、同場所一敗で、弓取り式をやめる意思を表明。最終的に5勝10敗で、同場所を終え、先週楽での自身の取り組み後、念願だった九州場所に、関取として帰るという夢も果たせた。悔いはないと、 力士としても引退を表明した。ただし4月分の給与確保や、巡業参加のため場所を引退届を提出せず、5月場所の番付け発表後に提出した。そして2007年6月3日に、両国国技館で断髪式を行い、一部始終は NHK 福岡放送局において、翌日のローカルニュース枠で放送された。先日の約三つれデザインの化粧回しをつけ、 最後の弓取りを披露。海洋、朝青龍らに加えて、福岡移動を機に取材を続け、この断髪式で主会を務めていたカリや、不自優アナウンサーまでもがハサミを入れた。引退前に結婚しており、美容師である夫人が断髪後のヘアスタイルを整えた。その後の尾が市に帰郷し、隣の仲間市で2007年10月5日に、ちゃんこ高木場を開店したが閉店。家業を手伝いながら、 プロレスリング歌劇でも、レスラーとして、リングに上がっていた。その後2013年10月に、北九州市八幡西区で再度、ちゃんここう場を回転している。ありがとうございます。